はい。皆さん、こんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ、えー。この度、チャンネルを開設させていただきました、えー。このチャンネルはですね、私が幼少の頃から見てきた、まあ、映画、えー、特撮ドラマから、まあ、他にはレコードとかいろいろあるんですけど、まあ、父からいろいろ教えてもらって、まあ、一緒に楽しんできたものを通じて、いろいろ、たくさんの思い出があります。 でその中で、えー、いろんなその作品にまつわるグッズ手元にいろいろ残ってきたものを紹介させていただいて中にはあそれ知ってるみたいなことで、えー、思い出を共有できるようなあコメントとお話しできるような機会があればいいなと思って、えー、解説させていただきました。 そんなに頻繁に会、えー、チャンネル作りできるかどうかは分かりませんけども、えー、楽しんでいただければ幸いです、えー、またあのコメントももしいただけてもですねすいませんあのそんなに迅速にすぐに返信返信とできないかもしれませんのでその点もご容赦いただけたら嬉しいです、えー、またですね、えー、何分主観が入ったコメントを たすると思いますので、まあ、その辺りも、えー、もし間違ってる内容とかありましたら優しく教えていただけたらと思います今画面にいろいろものが映っていますけどもまたこれらについてはここそれぞれで、えー、動画を作ってお話しさせていただこうかなと思います、まあ、今映ってるものでも、まあ、ウルトラマン ウルトラマンレオもいますね。これね。私はレオが好きなんですけども。あとウルトラマンであれば A タイプですね。そして、このペガサー人ね。から、右奥ですね。ウルトラマンジャック。帰ってきたウルトラマンですね。当時のブルーマークのソフィーです。それから、中央、ショーン・コリイの絵が映ってますが、これは当時のシングル版ですね。 クレイグ・ダグラスという方が歌ったシングル版。そしてその左、スカイホールですね。ダニエル・クレイグの作品、大ヒットしましたね。そしてさらに左、アランドロン、ビレーヌ・ド・ボンジョですね。パスカル・プティ、ジャクリン・ササールが出演したお嬢さんお手柔らかにのブルーレイ。そして右側にあるのが、邦画ですね。 ニュー小説家シリアリアストトのパンフレットですね本当に、あの、たくさんのものがあるので、いろいろご紹介できたらなと思っています。えー、それでは、えー、あまり長い動画にはならないかなと思いますけども、頑張って作っていってみようかなと思いますので、ご覧いただければと思います。えー、では、よろしくお願いします。 And then I'll.